とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエストをやっていきます。砂漠の寺院ですね。報酬がアーティファクトとなってまして、苦痛の矢筒とか、あとドラとか、そういうやつの最強が出る可能性があります。今日使う装備だけども、これで行きますね。愛のメダルと、エンチャンターの書です。まあ、エンチャの敵が多いので、愛のメダルがどこまで通用するかわかりませんけども、まあ、タンブルビーもありますので、タンブルビーにかけていっても、ちょっとはマシじゃないかな。まあ、行きましょう。行け。おお、耐えるね。耐えていくね。いや、意外と。おお。愛のメダルの敵って強いね。やっぱ強いわな、それはね。おうおうおう。まあ、今回ね、クリーパーに50体が変わるのよ。50% が。なので、ここはね、これ結構理想的な装備じゃないかなと思うんだよね。うん。クリーパーをこの蜂たちで、うまいこと起爆していけば、全然余裕でしょ？うん。でも、まあ、敵がねこのエンチャの敵ばっかりしているのがちょっとね問題なんだよね。エンチャの敵は愛のメダルかからないからね。これがちょっと問題なんだけども、これクリアできればいけるでしょう。いけ。うん、まあ、とにかく愛のメダルを使ってどんどん仲間にしつついきましょう。で、多分矢が足りない。最初のうちにちょっと増殖しますね。矢増殖しました。で、おキャプテンいる。いいね。いや、やっぱね、ここね、愛のメダルが相当役に立つ。うん、もうほんと理想的な感じだね。なんだ、うん、あ、略奪者に変わるね。あ、全然大丈夫です。もう一体ぐらいいないかな、最初のうちに。あー、でも、ちょっとエンチャの敵がここは多い。でも、いけるね。じゃあ、もう武器のこれね、もう間違いないわ。スタの無知。すっごい合う。あ、いないっすね。オッケー。じゃあちょっと進みまーす。洞窟入りました。いるかな、どうだろう。あ、でもこれあれだな、クリーパーを手にしちゃうとちょっと危ないかもね。クリーパー手にはちょっと危ない。何、ボム HP180%。 あ、いいんじゃない、別に手にしていけば全然そっちの方がいいもんね。敵の HP 高いもん。まあまあ、エンチャの敵には効かないんだけど、まあまあ、いいさ、いいさ、いいぞ。いや、おお、硬え。キャプテンが結構硬い。いや、でも、いける。最後の神秘。何？あ、プレイヤーダメージが 20% 減少。うんうん。敵の HP も増加して、なかなか厳しい感じにはなってるけども、いいでしょう。いけ。いいね。これをね、うまいこと起爆してくれるのが本当にいい。もう、クリーパーのクエストは、これ、愛のメダル最適性かもしれない。いけ。いいね。タンブルビーもすごい役に立つ。クリーパーがね、とにかくダメージでかいから、それをどうにかしなきゃいけないんだけど。それがこれでどうにかなってるっていうのがすごくいいよ。いいね。キャプテン発見。ちょっと待って、ダイナモを貯めて、よっしゃー。あー、でも倒せないな。よし、オッケー。ナイスナイスナイス。いいよ。クリーパーは本当注意していかないとこっちで爆発しちゃうからね。だけは気をつけよう。でもまあまあ全然余裕だね。このビルド結
構強いよ。中間地点到着。おお、いるよ。ちょっと待って、パチパチしてくれ、起爆して。じゃあこれ、エンチャンターの人じゃなくてもいいのかな。いやいや、でも愛のメダル2つでもいいか。でもパワーが高いやつね、まだ持ってないのよね、愛のメダルは1個しか。なのでちょっと入手したらば、愛のメダル2つでも良さそう。うん、エンチャンターの人が1にね効果が出ちゃうと、ちょっともったいないですね。うん、2体しかねエンチャできないっていうのがちょっと残念。これエンチャできる数が5体とかそんぐらいになったりすると相当強い。うん、オッケー、もう倒せるっしょ。もういいかな。いやいやいや、まだだ、終わり。うん、いや本当に楽、めちゃくちゃ楽だわ。いた、最後のキャプテン発見しました。ああちょっと待って固まってる、固まった時にそれやめてくれ。どこキャプテン。あ、いたいたいた。じゃあ、ちょっと溜まってなかったな、もう一発か。 OK で、これで、あっぶねあぶね、全部だね、全部取れました。うん、まあまあなかなか敵の HP は高いんだけども問題ないですね。ボスに行きます。ボス行きましょう。ここもね、ボスはザコを召喚してくれるので、これ餌食ですよ。うん、これ愛のメダルのもう餌食でしかない。え、お前もそんな強くないっすよ。うわ、これ霊気いいな、霊気が結構あぶねいい感じ。でも敵のダメージすごいね、めちゃくちゃ減るじゃん。 OKで、やっぱり HP が上がってこっちのダメージが減ってるので、さすがにタフだね、めちゃくちゃタフ。でもあと一発で終わるでしょう。いいね、あと一発、ちょっと安全に倒そう。おお、その時間差で弾が出てくるのやめて。 OK、 ではあとは進むだけ。いいね、いいね。とにかくテイムして、いいね、爆発もさせていく。わあすごいなすげえな、えらいこっちゃだ。よし、誰をテイムして誰をテイムしてないかが全くわからん。これが味方なの？わからんな、これどうなってんの。まあまあいいよ、 OK、 よくわからない感じになりましたけども、クリアですね。報酬見てみましょう。はい、それでは報酬見てみましょう。普通の矢筒かドラだったら嬉しい。なんだ、ショックパウダーか。まあ、254。え、どうなの？ショックパウダーって、俺何持ってるっけ？これがさっき出たやつね。え？あ、255がある。ダメっすね。できればほんと苦痛の矢筒が良かったんだけども、ちょっと出ませんでした。はい。ということで、今日はですね、デイリークエストやってみまして、愛のメダルと、エンチャンターの章で行ってみました。クリーパーに変わるところは、これ本当に役に立つので、ぜひやってみてください。ということで、またやってみます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。